はい。こんばんは。小田友です。相変わらずちょっと声が、お、秋田さんでした。相変わらずちょっと声があまりよろしくありません。えー、風が抜けきりません、えー。お聞き苦しいと思いますが、よろしくお願いします。はい。えー、今日から、ユートピアの精神初版、1918年版の、えー、翻訳ライブ。 やって参りたいと思います。早速画面を共有します。はい。ええー、ということで、お。ええー、許可。はい。ええー。 こちらですね、えー、今日が、まあ、2月27日が月とということです今から読んでいく、えー、著作なんですけども、えー、エルネスト・ブロッホー「ガイス・デ・アウトピ・ピ、えー」ということです。まあユートピアの精神という役でいいと思いますけれどもミュンヘン・オン・トライプツィヒというところでで、あのー、このいわゆる初版本そのものは、えー、非常に希少なものだろうと。 いいうふうふに思います僕は見たことがありません。えー、で、このドゥンカウント・フブロートっていう本屋さんが、えー、出版したものです。ドゥンカウント・フブロートっていうのは、えー、それなりに、えー、それなりにというか、まあ、えー、ドイツの出版業界では、えー、老舗の一つです。えー、比較的最近、あ現在もある本屋さんですね。 で、えー、っとこの、えー、初版本そのものはなかなか、えー、手に入らないものなんですけれども、えー、ズーアカンプがエルスト・ブロッコの全集ズーアカンプっていうのは、えー、現在のドイツの、まあえー、大手の出版社と言っていいと思うんですけど、大手の出版社の一つです。で それがいわゆるファクシミリ版、写真版ということで、まあちょっと、これは、えー、かなり僕も使い込んでいるやつなんですけども、写真版という形で、えー、再販を、えー、しております。で、オリジナルのやつがこういう感じ、あ、見えるかな、えー、こういう感じ、あ,あんまりあの後で。 あのお見せするかもしれませんけども、えー、こういう感じの初版本のファクシミリ、えー、が出てきておりますこれ1971年にだから約50年ぶりに、えー、初版が、えーまあ、ファクシミリ版で再現されたということになるわけですね。 はい、で、えーまあ「ユートピアの精神」という本、えー、実はあのーうん、これは書いておこうかその他のユートピアの精神として、えー、1923年に改訂、えー、新版というちょっと見えるかどうか分かんないんですけどもちょっと、まあ、これもこれは本物です。 えー、一応僕は念のために2冊、えー、高かったんですけども購入、えー、しました、えー、これはあのベルリンのパウル・カシーラーという本屋さんが出したものです、えー、ユートピオン精神ええ これがベルリンですね。カシラ、カシラ、パウルカシラ、えー。フェアレクトゥバイ。出版フェアレクトゥバ,バイはこれに使う。フォンだっけ。 あらかじめ打っときゃよかったですね。バイを使ってますね。おはい、フラディエクト・バイ・ァウル・カシアという。えー、現在の、えー、スペルだったらもう一つ A が入りそうなんですけど このスペルあの、有名な哲学者のカッシーラもこの、えー、スペルだったというふうに思います。えー、これの1923年版。そして、さらに、あらららら。それに加えまして、さらに、えー、とゲザームとアウスカーベ、 のバンクドライこれはまあズーアカンプのえー、やつなんですけども、えー、これがえー、まああの1964年に出たものでして まあこういう本ですね。えー、これが長田市ですよ。ベアルバイテアウスカーベ、ノイアウフラーゲーか、えー。ベアルバイテテノイアウフラーゲ。ベアルバイテノイアウフラーゲ。 本、ええー、要するに、あの、改底審判ということなんですね。えー、で、では、つばいてんふはン第二版の改訂審判。つばいて まあこういう合計3つの班があります。で、えー、まあこの3つをですね、あの丁寧に比較していくと非常に大変なことになります。えー、今日読んでいくアップ・ズヒットっていう部分は比較的その中でもえ処理がしやすい部分ではあるんですけども、これを全編にわたってですね、えー、どんなふうにテキストが出入りしているのか。 制定されているのかっていうのを、えー、全部追っていくというのはまあ大変な、えー、作業ということになりますね。やはり、えー、1918年版と23年版両方が、えー、やっぱり本という形であった方がやっぱり結局は便利がいいだろうというふうに僕は見ています。で、えー この1964年、おト六十四を書くのです。1964年版、えー、というのがですね、まあ、1923年版と64年版は比較的移動が少ないので、えー、いわゆる歴史的 批判的バージョンを作るならば23年を元版を元にして64年版を参考資料としてくっつけるというのがまあ一番やりやすいことになるんじゃないかなというふうに、まあ、僕自身はやってるようなんですけど思ってるんですけどもどうもそういうことはあのドイツ本国ではやりそうにないらしいという情報も えー、得ておりますということで当面、えー、この3つのバージョンを、えー、見比べながらやっていくっていうことをやらざるを得ないということになりそうですね。まあプロ法を専門的に研究する場合はそこがちょっと大変なところになります。はい、えーまあ、その、えー、細かい比較はとりあえず置いて。 えー、初版の6ページになります。初版の6ページには、要するに本文が始まる前に、こういうふうなことが書いてあります。えー、1915年、ねえー、4月執筆開始。まあ、直訳すれば開始ですね。で、えー、1917年、 5月、アップ下旬説ですから満月ということになります。で、実際に出版されたのは、えーまあ、皆さんご承知のとおり、これは第1次世界大戦の最中、真っ最中です。えー、ドイツは、えー、第1次大戦、まあ、当時は第1次というふうには思われてなかった世界戦争ですね。ドイツ語ではベルトクで行く。 これの真っ只中とということになります、えー、1914から1918でまあこの第一次大戦についてまあその経緯をですね、えー、詳細に追っていくとかっていうことになるとこれはこれでまた、えー、大変なことになりますので、えー、とりあえず戦争の真っただ中で 真っ只中に書か,かれ、そして、えー、戦争が終わる、終結するその年に刊行、えー、されたという、まあ、イメージを持っていただければ、とりあえずいいのではないかと思います。はい、続きまして、えー、7ページです。7ページが、あのー、こういう、ちょっと、あのーえー、ページの位置がずれちゃったんですけども、7ページがいいか、これはいわゆる目次ですね。 でまずはアップディヒトこのアップゼヒトっていう言葉まあ普通「糸」という風に訳されるんですけどもまあ糸でも悪くはないし僕自身もずっと「糸」っていう風に書いてきたんですけどもねやっぱり何て言うかあのー、本のいわゆる序文として「アップゼヒト」っていうのが使われるというのも僕はあまり見たことがないんですね。 えー、ということで他にそういう例があれば、えー、まあご教示いただきたいぐらいあこうやってアップジヒトっていう序文書いている本がありますよっていうのをね、まあもしご存知の方がいらしたら教えていただきたいぐらい、えー、ですでやはりちょっとその、えー、意図でももちろんいいんですけどもアップジヒトっていうドイツ語の、えー、生々しさを考えると これはあの狙いとかですねあるいはこういう訳をちょっと考えてみました目論み私的にはこのちょっと「もくろみ」っていうふうな、えー、訳し方が面白いのではないかというふうな。 えことになりますであのかなりブロッホ自身はこのアップジヒトという言葉が気に入ってるようですて実はこれは僕も現物を見たことがないんですけども、えー、ユートピアの精神が、えー、刊行された翌年にですねあの新しい目論みっていうふうな翌年だったと思います1919年にこれ雑誌に掲載されたもんで。 えー、要するにまあ第一次大戦が終わったということでブロックなりにこのアップ・ズヒトっていうのを書き換えたいという気持ちがあったんだろうというふうに、えー、思いますはいえー、ということであららちょっとなんか座位ノのンがちょっと変な位置に来ちゃいましたねまあそれいいやはいこれが 本全体のある種序文になっているわけです。そして、本文が、えー、大きく分けて2つの部分からなっています。えー、ゼ e l ス s ベゲグヌ e というのと、えー、カール・バルクス・デア・トウト・ウン・ディア・アポカリプス。アポカリプ という、えー、このえ2、ー、部からなっているわけですね。全体が445ページですで、それのうちの390ページ近くはゼルプスとベゲングということに、えー、なるわけです。これはまああの事故との出会いでいいと思います。創薬されるまあ、河村先生も創薬されていました。 この事故とのの出会いの部分が、えー、合計6つの章からなっています。でこの6つの,章の、えー、大きさというのが非常にあの不揃いというのもこれ意図的だと思うんですけども、えー、ブロッ、えー、らしいところだと思います、えー、13ページから「アイン・アルター・クルーク」ということでこれはとりあえず古い壺でいいと思いますね 壺はどのの字がいいのかなこの字が一般的なのかな古い壺これパペというふうに訳し方もあるようなんですがまあこれはいずれそれを読むところでいこうと思いますそして次が装飾のこれも三政策とかっていうふうに訳されることが多いんですけども これはあのエアツイグングっていうのが、まあ、哲学用語にもありまして、えー、そこを重ねているように僕は思えるのであの哲学用語としてこれ算出とこれも必ずしもいい訳じゃないんですけどもね、えー、そういう算出というふうな訳し方もあるというところですこれも本論に入ったところでいろいろ考えてみたいと思います。で この、えー、古い壺も、えー、装飾の制作または算出も、えー、1923年版以降もあるんですが、えー、1923年版で古い壺は大きく書き換えられます、えー、で、えー、1964年版でも大きく、えー、その23年版が維持されていますで 次の第2章の、えー、装飾の制作または算出も初版から大きく変わっております。はい。えー、で、次の、えー、コーミッシェ・ヘルツっていうことで、あのこの章だけを実はあの池田博さんあの、私にとっては師匠の一人でもありますけれども、 この章だけ実は池田博さん部分役やっているんですね。えー、これもいずれ、あの、ブロッコ文献に、えー、ちゃんと、えー、書かなきゃいけない、えー、やつだと思うんですけども。はい。えー、で、あの、ドン・キホー・テロンです。で、池田さんの訳し方では、滑稽な主人公。で、 コミッシュっていうのはこれはもう喜劇だというふうに、えー、喜劇的主人公あるいは喜劇の主人公というふうに訳す訳し方もありえると思います。えー、まあどちらがいいかっていうのはやっぱり本文を見なきゃいけないんですがこれがユートピアの精神 23年版以降で賞としてはなくなります賞としては削除その代わりあの23年版にはですね一部えー 構成不可能や問いの継承のほろんとして、えー、再録されていますもうだからもうややこしいんですねはい丸ごと削除ですで、えー、第4章が、えー、いわゆる音楽の哲学です音楽の哲学はあのユートピアの精神の3つのバージョン の中で一番変わらなかった部分というふうに言っていいと思いますそれでもやっぱりちょっと細かい違いはあるんですけどもね, <laughs> ね 比較的変わらない、割と原型をとどめている、えー、初版からあまり変わっていない、あら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 、よいしょ、ということになります。で、第五章、これがあの、この時代の思想的雰囲気について。 それが、ね、1923年版以降削除されますが、えー、そのうちの一部が構成、えー、不可能な問いの継承の中に「ハントとヘーゲル」っていう部分だけですけども23年版以降丸ごと削除になります。 で構成不可能な問いの継承という、まあえー、ゲシュタルト、まあ継承がいいのかどうなのか、あのー、まあとりあえず、構成不可能なというか、構成できないの方がいいと思うんですけどね。構成できない問いのゲシュタルト。まあ形でいいと思うんですけどもね、僕はね。 形もかなしと,こうか、えー、とりあえずあのこういう風なやつです。これもあのいろいろうるさいというかねもうあの23年版64年版、まあ、23年版から64年版の違いは、えー、少ないんですけどもかなり、えー、初版と大きく23年版で変わっています。 さら、はい、に、えーと、第2部といいましょうか、えー、これがあのカール・マルクス氏、黙示録という部分ですね。三大話というやつですね。という、約50ページです。で これもあの23年版でそんなに変わらなかったというふうに言えると思います。比較的原型をとどめている、えー、というふうな形です。とにかくあの3つのバージョンを、えー、丁寧にテキストクリティックしていくというのは非常に大変な作業になります。ということで、まあとりあえずここまで、えー、20分ぐらいも、えー、かけてしまいましたけれども。 はいえー、何かですねコメント等々ありましたら、えー、あるいは質問等々ありましたら、えー、直接、あのー、聞いていただいても結構ですしあるいはチャット欄から書いていただいても結構です。まああのー、これまでここまではとりあえず「ユートピアという精神」という本には3つのバージョンがあってで初版から特に 1923年版で大きな違いがある、えー。やはりその大きな違いを生んだのは、まあいろんな理由があるとは思うんですが、やっぱり一番大きいのは、えー、第一次世界大戦の終了が一番大きいだろうというふうに思います。で、えー、あと言えることはですね、1923年版は、あのー、 ブロッホの哲学者としての面が強く出てきているある種体系化というものを図っているというところ、えー、これはあのユートピアの精神初版というのがですねあ,のあんまりあのいわゆる体系哲学体系としてやっていくというふうな えー、作っていくっていう気持ちがあんまりないように感じるんですねそこがまあ面白いところですあらおかしいどうなっちゃったのこれ1918年 あのやっぱりブロッコという人はアカデミックな哲学研究っていうところからやはり一度は全然それとは違う方向で進んでいこうというふうに考えた人でもあるので、えー、1918年版というのはもうそれこそ、えー、ジャンル分け実際ね図書館なんかに導入されたら困ったと思いますねこれね、えー。ジャンル分け不可能 からある種哲学書としての定裁が整えられている整えられ始めたそういう、えー、イメージがあります。 でまあ、もちろんリアルなところで言えば、えー、第一次大戦の終了終結やっぱりその情勢の,あの転換というもの、えー まあこれがやっぱり改定の,の非常に大きな一因でもあろうというふうに思いますね、はい。では早速、早速というかもう30分近くかかっちゃいましたが、えー、遠慮なくあのコメントいただいて構いません。あのチャット欄でもですね、いこうと思います。9ページになりますすアップとというところです先ほど言いましたがちょっと仮にこれは目論見み。 というふうに、えー、訳してみたいと思います。ーヌン、エスイスケヌンクというので、えー、これもあの23年版と大きく違うところですね。ーヌンはあるんですけども、そこに格好して。有名なイヒビン・ビアゼンテ というのが入って、これはどうだったっけ廃業してたっけあ、V ヌンないの ?23 年版、ーヌンないね。 ああビーヌンがなくなってるなこれが1923年64年版はこういうここから始まっています私はある我々はあるというふうに、まあ、訳せると思うんですけどもまあここは大きく書きかけられた なんで,す、ね、でこの「ビーヌン」っていうことなんですけどもこれどう訳すかっていうことで,でこれはあの「ヴィ」っていうのがいわゆる「どうだ」という状態を問うことなんですねで、えー、動詞が何もない「ヌン」で「今どうだ」みたいなねさてどうかというふうにまあ僕としては 訳したいなというふうに思います。えー、はい。で次に S スケルスク。いきなりもうあら。それで十分だ。なんか訳しにくいなこれ。 ぬクそれで十分だというふうに、もうこれはもう公約しかないだろうというふうに思います。ヌンハーべん、ヴィア、ツヴェギネム。それこそ、ヌンが、さっきも出たので、ね、ここもやっぱり、さてというふうに、我々は、 始めなければならない。始めなければならない。どうしてこんななるのえーという、ちょっとなんか、えー、バカッとかって開いちゃって、これどうだ、どういうことこれ。あこうすれば、こっちを選べばいいのか。こうしときゃとりあえずいいのか。後で直すことにして。はい。 ヌン・ハーベン・ビア・ツー・ベギネンハーベン <music> プラス2不定してこれは何々しなければさて我々では始めなければならないということですでこの辺はあの、えー、23年版64年版ずっと変わらないこのヌン・ハーベン・ビア・ツー・ベギネンからは、えー、こ,のこの段落の最後までずっと同じ、えー、3つのバージョン全部同じですねで インウンズレヘンイステスレーベンゲゲベン。我々の手には、まあこれも両手ではあるんですけども、えー、性が与えられている。 というやつですねまあ、状態受動というふうに文法的には言える。我々の手には性が与えられている。まあ、性があるでもいいと思いますけども、我々の手には性が与えられている。そして次。あら。またおかしくなっちゃった。えー、なんかこれがよろしくないな。こうしてりいいのか。 フェアズヒゼルバーイスエスレングスショーン、レアゲボルデム。それ自身としては。まあ、この、それはっていうふうにやるのはやっぱりきついだろうなという、それ自身としては、せいは、レングスショーン、とっくの昔に、レアゲボルデム。 ううとというふうにいいにきたいと思いますこれもあのいわゆる現在官僚系ですね、えー。ということで、もう今、うつろになっている。とっくの昔にうつろになってしまっている。しまってまでいらないだろうというふうに、えーまあ、個人的には思います。総理人としては、姓はとっくの昔にうつろになっている。 あのさっさかさっさかあの今やってますけれどもあのいわゆるあの哲学書の書き方とちょっと違う、えー、序文ではあるわけです。で特にアドゥーノが「ユートピアの精神」初版を読んだ感想として「めっちゃスピード感があった!」というふうなことをあの感想として述べています。 そうするとやっぱり役文もですね、まあ、ブロッコ自身も、えー、1915年開始、15年4月開始ということになりますから、まだ30歳になっていない時点の文章、まあ書き始めはそうだ、で、1917年5月完結ですから、えー、ブロッコ自身が。 32歳にまだなっていないという状態での今、えー、ここにいらっしゃるメンバーだったらまあ皆さんの年齢分かりませんけど中村さんぐらいが書いているみたいなね、えー、そういうイメージあっいあ、いやいやいやい,いですけど <laughs> はいはいあのー、とりあえずだ誰がいるかっていうのでちょっと拝見、えー、したところですね。 はい、えー。ということで、ある種、あの若い文章という、まあ、僕がもう60超えてるんですが、えー、その辺、もうちょっとね、えー、なんとかあの若々しさも出したいな、みたいなところはあるわけですね。それ自身としては、生はとっくの昔に虚ろになっている。で、あげることエスタウメンゼルゼロスヒーグテア、アーバービアゼント。

っていうまあ無感覚にっていう、やっぱり何かな。要するに、正気を失ってる感じなんですよね。正気を失ってでいいから、一応、尽労す。まあ、この辺はもう、河村先生が訳されたのをそのまま使ってもいいぐらいの、えー、ところだとは思うんですが。 人老す。っていうのが日常的にはどんな感じかな。あの、本当に正気、酔っ払っちゃったよみたいな、無感覚にというのちょっと感覚が違う感じがするんですよね。人老す。意味のない、無意味な、馬鹿げた、くだらぬ、無感覚の、あという訳がついては、正気を失った。うん。 前後不確にみたいな。無感覚に、よりは。無感覚に、よりは。りはね、えー。よろめいているね。ね、えー。これも聖はにしとこね、やっぱりね。どうしてこんなに飛ぶんだろう、聖は 無感覚に意識を失っているでしょうかふらふらとふらふらよろめいているが私たちは我々は 我々はねいきたいと思いますね。かっこと立っており。かっこと立っておりって日本語でいいかな。それゆえう、象はそれゆえは強すぎるかなという気もしたくはないんですけども。で、また我々をもう一度出すかどうかっていうことですが、まあ、もう一度出していいと思いますね。出した方がいいだろうな。 それゆえ我々は、聖の拳となり、在年ファウスト。えー、で、在年ついで、これが一応ね、拳も、えー、複数形、目標も複数形なんですよねうんのね。 物々の拳はおかしいんでねでもついれの複数形は出した方がいいんじゃないかな。で目標それゆえ我々は性の拳となり性の目標となって でえー、やろう、えー、ボレンがあ,のある種キーワード、えー、このユートピアの精神全体を読んでみますとこのボレンっていうのが繰り返し出てくるんですよねでこれをいちいち、まあ、それを意思するとかっていうふうに訳すとくどすぎるんですよね本当困るんですけども。 えーまあ、そういう意志っていうものを少しでも、えーまあ、感じさせる日本語ということで正の拳となり正の書目標となってやろうは意識を失ってふらふらよろめいているが我々は確固と立っており、えー、それゆえ我々は、えー、正の拳となり我々は我々は確固と立っており それゆえ、我々、なくていいか。どうかな聖は意識を失ってふらふらよろめいているが、我々は確固と立っており、それゆえ生の拳となり、聖の目標となってやろう。うん。えー、一応なんとかいいかな。えー、我々が聖の拳となる。我々が聖の目標、初目標となる。 そういうねある種呼びかけだと思うんですよね。なってやろうじゃないかというふうなぐらいに訳したいぐらいなんですけどもなってやろうではないか。まあ一応ねそういう呼びかけぐらいの気持ち、えー、だと思うんですけども、まあ、呼びかけ文というふうに文法的にはなっていない。 えー、あのいわゆる「接続法第一式、えー」というふうにはここはちょっと必ずしも言えないあ第一式で取ってもいい,い,い取れるんですけども、まあ、そこまで読めない「接続法第一式」というのを読み落とすだよっていうふうにブロホーは合図は特に送っていないのでこれはもう、えー、気持ちとしてそういう、えー、ひょっとしたらそういう、ね、呼びかけ のニュアンスかなというぐらいの気持ちを込めて訳せばいいんじゃないかなというふうに思います。とりあえずこれで第1弾楽終了。で次も比較的1923年版、えー、も引き続き同じ文章になっております。 今。あらら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 ら何これ、本当に。どうしてこうなるのこ,れこうやっとけ、いろか。ああ、じゃあうまくいかんな。あったもん。今あったものは。おそらくは。 ヴァス・イエス・ワール・バル・ビュート・ヴァウサイ・ニヒ・バウト・フェアゲッセン・ザイン。おそらく、すぐに。で、フェアゲッセン・ザインっていうのはもちろん未来完了形ということになります。ビュート・ヴァウサイ・ニヒ・バウト・フェアゲッセン・ザイン。未来完了形です。だから、おそらくすぐに忘れられている。 忘れら,られていることだろう。何おそらくすぐに。すぐに忘れられていることだろう。ぬはア,アイネレーレ グラウズゲーエア・インネルンク、プライブト・インディア・ルフトして・シュテーこれはもう、要するに今、第一次大戦がまだ続いているという状態。で、もちろんね、やっぱり戦後のことは、ここでもうね、今あったものということで、今ね、まさしく第一次世界大戦が行われているわけだけども。 そのことも、おそらくすぐに、ちょっとしたら、もうね、忘れて、忘れて、もう、閉まっていることだろう、忘れられていることだろうということで、完了形で語っていますね。で、ヌアアイネレーグラウズゲ、エアインネブライブと、インディアルフとして、<noise> それこそ、レア、レア、レアっていうのを、うつろうと,というふうに訳しましたんで、一応これで。 もう変な具合にひらがっちゃうね。どうしてこうなっちゃったんだろう。えー、これまで一切そういうことなかったのに。う、え、つ、ー、ろ。で。グラウザーメ。グラウズゲー。ってことこれがゾッとするような。いやインネルンク。ということで、これがまあ、思い出と訳すと、ちょっとやっぱり、感、え、傷、ー、的にすぎるので。 ここはもう記憶としたい。内臓でぞっとするような記憶だけが、宙に残っている。<laughs> インディアルフツステーエンブライブと。インディアルフツステーエンブライベンということで、宙に残っている。宙に浮いているとかっていう、この場合も残っている。ね。もう えーえー、あったことっていうのは今あったものよりはことか今あったことはこの辺ね本当あのブロッホがものすごく第一次世界大戦中のドイツ要するに戦争にある種熱狂してるわけですねそういうのに対していらっているということ えー、これがよく示された文章だと思うんです。えー、と同時にねやっぱり今の日本とかっていうもの本当今あった言葉、まあ、ね能登の,の知人にせよ何にせよちょっとしたらもうねなんかもう忘れ去られてしまっている。 内臓でぞっとするような記憶だけが宙に残っている、まあ、実際に覚えてる人というよりはなんかねもうそういう、えー、誰が覚えてるっていうわけじゃないけどなんかどっかにその空気としてなんかひどいことがあったよねみたいなえ何だったっけみたいななんかそういう記憶だけが「わあ」とかっていうふうに残っているなんかね今の日本というと。 要するに、まあ、腐った、えー、その、えー、状況という点は、まあ、非常に、えー、近いものを、まあ、僕個人的には感じますね、えー、むしろあのユートピアの精神河村先生と一緒に河村、えーまあ、先生の翻訳ですけど、まあ、僕も、えー、90年代とかお手伝いを80年代後半から90年代にかけて お手伝いをしたた時期があったのでその時にあの今の時代の雰囲気としては希望の原料にユートピアの精神ですよねみたいなようなことをえ先生と言いながら、ねえー、翻訳作業を先生の翻訳作業を、まあ、お手伝いしたというふうな記憶もあったりしまして「<laughs> そうだよねひどいよね今はね」みたいなようなことも先生もおっしゃっていたみたいなね。えー 本当に何かね、誰の記憶というわけではなく、何か変な、何かひどいことがあったよねみたいな、何か漠然とした記憶だけが宙に残っているっていう、その空気感は何か今と似てるんじゃないかなと、個人的には思います。はい、ただ、この辺は戦争をしていたので、ドイツは、ブロッホは次に怒りを叩きつけるみたいなような文章になっております。フェアブで フェアてて誰がちょっとまあ僕はあの五順に言葉誰がというふうにああもうなんでこんなになるのこれフェアタイディ ちょっと曖昧ですけども、やっぱり守られた。誰が守られただろうかとしたい。Die faulen, die elenden, die wucheler würden verteidigt。 ディファウレンこれがいわゆるもう腐ったものまあ本当に創薬した方がいいと思うんですね腐ったものともディエレンデンえこれはまあ貧しい人たちっていうふうな意味もあるんですけどもえ要するにあのこういう用法も辞書で見てみるとありましたので 見るに耐えない。ディーヘラーというところです。えー、先生、小村先生の役ではあの、暴力を貪る連中というふうな役になっていたと思います。じ、え、ゃ、ー、実は先生の役、どうだったっけというふうに見ようと思ったんですけど、えー、小村先生の ユートピアの精神の翻訳2冊あるのに2冊とも見つからないこういうありがちなパターンに陥ってしまいました本気で探せばあると思うんですまあ先生の役を読むとやっぱり先生に引きずられるのでまあそういう点では後で見た方がいいかなと思ったので無理に探さなかったんですが「ィ・ブッヘラー」というのがやっぱり「ブッヘルン」という動詞ですねこれが蔓延しているんですよ ということでまあ確かに暴力を貪るっていう意味でも使うんですけども僕はねこれはもう思い切って右後の竹をのこうと。<music> 要するに要するにニョキニョキニョキが入ってくるみたいないわゆるあの戦争の。<music> にによって儲ける連中も確実にいるわけで、まあ、それは確かに暴力を貪る連中でもあるわけなんですけども、ま、ずあの本当に出てくるじゃないですか次から次へとやはり今の日本を見てるとね安倍晋三が死んでもなんかニョキ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 次から次へと出てくるわけですねうごのタケ子というふうにあえてもうやっちゃうというあの ディファウレンデム、ディエレンデム、ディブクヘラーというのが、まあ、僕の感覚から言うと、えー、腐ったものとも、見るに耐えないものとも、見るに耐えないはこれでい,いか <laughs>、えー、ウゴのタケノコどもが、まばらった。バス・ユンファー、ムステファレン、アバディ、 あのやっぱりあのブロッコの怒りみたいなものをですね、やっぱり僕としては訳したい、訳したいというか、あの日本語にしたいみたいなところがあります。えー、腐ったものとも、身を絶えないものとも、ウゴの竹,も竹の子どもが守られた。 若かったもの倒れなければならなかったもうファレンというのが倒れる倒れるこれでいいと思いますね 分かかっったたものは倒れれなななければならなかったがしかしエア・ベルムリヒっていうのも辞書で、まあ、いろんな用例を見ましたけど、えー、先ほどね「ディ・エレンデン」というふうにこれに近い用法があるようです、えーえー、見苦しい連中 ちょっと、えー、もう一度確認してみよう。おなんとか今日中にアップして人全体をいけるかな。朝ましい、浅ましい。がしかし、あさましい。 浅ましいがしかしちょっとこれをひらがなにしちゃうと浅まわしいものどもは救われ温かな部屋でに座っている。 若かった者は倒れなければならなかったがしかし浅ましい者とは救われ温かな部屋に、えー、座っている。点はないほうがいいな。うん、はい。えー、というふうにまあちょっとね少しでも勢いを出したいというので、えー、こういうふうに点もあ,のあまり

本いいね、連中。連中からは、誰も。失われ。あ現在完了形だな、フェアロー電源還元。まあ、過去形のように。 失われていない、うん。やっぱり失われなかったというふうに、えー。誰も失われずにしようか。連中からは誰も失われず。失われることなくにしようか。しかし、 これは文法的に言うと、えー、ベアがつくこところですね。ヴ、え、ェ、ー、ア・ディ・アンドレ・ファーネン、ゲシ文言・ハーベン。まあ、この程度はよくあるベアが来てるだろうというふうに思いますね。しかし、えー、ディ・アンドレ・ファーネン、 でも、旗が複数形だな、別の旗です。ファーネが単数形で、ファーネだったら複数だよね。あのやっぱり、いろんな連中がいて、いろんな旗を振ったみたいな。ファーネ。 日本語がね、複数形があまりうまく処理できない日本語。やっぱりファーネ、単数形だよね。ファーネンだったら、ディアンデレ・ファーネン。あ、待てよ。あ、そうか。ディアンデレ・ファーネン、下詞文言。ファーネン。ああ、そうか。あ、そういうことか。 ベアじゃねえやディアンデレ・ファーネンじゃなくて D なんだよいしょ、えー、アンデレ・ファーネンは旗の複数形ですね別の旗 何とか複数出せないを下手文言振ったしかし別の旗を振った別の旗複数とかってね複数なんだよねこれ何とかならない。 別の諸旗はおかしいしね、別の旗たちもおかしいしね、別の旗旗それありとにかく何か複数を何とか出したいということで、日本語としておかしいようだったら、旗旗旗旗だったら何か、魚やん、それ。えー 人々そうか一応複数は出せるんだから別のハタハタを振ったハタバタを振った者どもはいいかいいか やっぱりあの複数を出したい、えー、しかし別の旗旗を振った者どもは死んだ。連中からは要するにそういう浅ましい者どもは救われ温かな部屋に座っている。連中からは誰も失われることなく、しかし別の旗旗を振った者どもは死んだ。別の旗旗。 というふうに読んでもらえるかなまあいいや、えー。というふうに、一応なんとか複数を出したということで。えー、次とかが、えーと、次の次だったっけ、えー、第2版以降で。あ、そうか、別の旗,旗を振ったっていうところが、えー、第2版以降でちょっと言葉があった。 出されてるんですよね。そうそう、ちょっとこれは加えた方がいいかもしれないな。えー、これ、第2版以降、これをあの全部丁寧にやってると、なかなか大変なことになるんですけども。 まあこの第二版以降ではこういう言葉が付け加わっています。ゾフィーブルタ So viel Glaub. So viel Hoffnungen. So viel geistige Hoffnungen. Hoffnung. Hoffnung. っていう言葉が、えー、挿入されています。ああ、こまあ、これはあったほうが、あの、ブロの気持ち的には。過去。ねえー。 ブリューテっていうのがいわゆる花盛りですね。えー、ああ、これ、リフ語にしにくいな、えー。核も多くの。ブリューテ盛りのもの。 多くの夢が核も多くの精神的な希望が死んだというまああのー 要するに、ブロッコとしては、第2範囲以降では、ボルテージを上げているということです。Oh, 22時5分。Die Maler haben die Zwischenhändler verteidigt und den Seshaften das Hinterland Badrmke halten。画家たちが、<music> 一応これも複数形でツビシエ・ヘンドラーはもう明らかにこの画商のことですよね、うん、画家たちが画商というふうにまあちょっと言葉がツビシエ・ヘンドラーは違いますね仲介業仲介業者ちょっとまあ 業者ですねえー、要するに自分の絵を売ってくれる人たちを守り。でんぜさふてん安住の地。 ダスヒンターラントっていうのがいわゆる、あの、高配置経済用語のようですけども、要するに、例えば、えー、商品を、ねえー、伝えて、商品を、えー、輸送する、そういう、えー、土地のことですね、えー。安住の地にある者たちの高配置。 温かく保ってやった。まあこれは要するに盗作でしょうと。ねえー、画家たちが、えー、まあ安しく現場で物を作っている連中が。 そういうものを運んでるだけの連中の後輩地、ね、安住の地のある者たちの後輩地を温かく保ってやったのが、まあ、これもね、本当に今の日本というのとの現状っていうのと、なんかよく重なるような言葉だよな、みたいなように思い,思いますね。はい。<noise> ダリュー先にこうやっとけばいいのか、えー、<laughs> こうした。 まあ直接には、あれ言うそれについて、レーデンということで、まあ語るでもいいと思うんですけど、もう話すでいいんじゃないかなと。それについて話すのも、もはや、甲斐のないことだ。甲斐のない。 ことだまあそんな話をしても <laughs> <laughs> 何の甲斐もないよもはや何の甲斐もないもはやうんかのないことだでいいねえー、もはや何の甲斐もないもはや何の甲斐もないがいいか まああのちょっと日本語をばばばばばというふうに、この段落からですね、今あったことは恐らくすぐに忘れられていることだろう、後ろでぞっとするような記憶だけが中に残っている、誰が守られただろうか、腐った者ども、見るに絶えない者ども、うごの竹の子どもが守られた。 若かった者は倒,なけ倒れなければならなかったがしかし、浅ましい者どもは救われ、温かな部屋に座っている。途中から誰もあ、連中からは誰も失われることなく、しかし別の旗旗,を旗旗を振った者どもは、まあね、格も多くの境の者が、格も多くの夢が、格も多くの精神的な希望が死んだ。画家たちが仲介業者を守り、安住の地のある者、 安住の地のある者たちの後輩地を温かく保ってやったのだ。それについて話すのももはやそれについて話すのはもはや何の会もない。のもうじゃないのは、えー。というのがどういうことかっていうと、あのー、音読してみてね、まあ、翻訳のテクニックとしてちょっと、えーまあ、僕なりに工夫してることっていうので。 どうしてもね「だ」とか「である」とかっていうのがあの哲学系の、まあ、思想的な文章を訳したりするとき「だ」とか「である」っていうのが多くなるわけです。うん、だから「である」っていうのも続くのも嫌なんで「だを」を、えー、入れるようにしてるわけですけども「であるね」ね、え、温、ー、かく保ってやったのであるみたいな。 えー、であるであるとかっていうふうに、ねあのー、やるのもどうかっていうでただそうやると今度は「だーだーだー」みたいなようになっちゃう、えー、まあそれ適当に、あのー、その室帆の原文の呼吸と合わせて「だー」とか「である」を使い分けっていうことですけどその中にやっぱり時々「ない」とかね えー、そういう別の終わり方をする、えー、言葉っていうのを言えるとかっていうのも、えー、読者を飽きさせない、えー、工夫につながるで結局飽きさせないということは結局スピード感訳文のスピード感につながっていくというのが、まあ、僕の考え方ですそれについて話すのはもはや何の甲斐もないうんいいんじゃないああ おこれでああ次かここがね、ちょっと文が、あのーえーまあ、この辺もブロッコの怒りが表れているということなんですけど、いわゆる破格ですね、文になっていない、えー、文ですで。こういうのもどういうふうに処理すればいいのかっていうのも悩むところではあるんですが。 エンシティックが zwangt, von mittelmäßigen verhängt, von mittelmäßigen ertragen。<noise> 行き詰まるような共生が、mittelmäßig っていうのが、いわゆるそれこそ今流行りの普通っていうやつですね。 普通がいいのかな要するにあの真ん中あたりのいうことです。えー、で、一応全部、これ複数形ですね。普通の連中によって起こされ。普通の連中に。 行き詰まるような矯正が普通の連中によって起こされ普通の連中によって耐え忍ばれる。で、ドゥブハイト、これが要するに愚かなものですね。愚か、愚か。小村先生は「グマイ」とかって訳してたじ えー、これもやっぱり一歩間違うと差別的な言葉になっちゃうんだ。えー、でもやっぱりね、これひどいじゃん、みたいな。えー、いいのこれ、みたいな。そこも出さなきゃいけないので。ドゥムハック。ドゥム。愚か。 なんというくだらん愚かなみたいなね、えー、感じではあるんですけどね愚かさの勝利でベシュツトフォンジェンダルム これはもうジェンダルムはあのね、ドイツのベルリンとかにね、行きますとね、あこれがジェンダルムなのねっていうことで、<声 wolf> <owego> religion, いわゆるキバ憲兵、えーまあ、フランス語読みする、ベシュツトフォン・ジェンダルム、ベユーベルトフォン・インテレクトゥエルム、デ<の>ィ<声音>・ニッチ・ゲフン、アフトライベン・コンテン、ウンフラーゼン・ツリーフェン。 ということで愚かさの勝利これが、えー、憲兵によって別出 守られ、さっきがフェアタイティゲン、防衛だよねッッ。安全確保、ベシュッツッベシュッツェン、防御。まさしくね、機動隊が、ね、あのー、 ヘイトスピーチをや、ヘイトスピーチデモを保護している、庇護している、えー、憲兵によって、庇護されてしとこうか。別出。で、えー、次です。これは関係だい仕掛けた方がいいかな。 はい。えう、ー、む、フラーゼンツー、リーフェンということで、えー、いわゆる、あの、くだらないものを褒め、たたえる、そういうフレーズですね。フラーゼン、えー、ビジ・レイク。で、リーフェンだからこれ供給するんですね。ビジ・レイクを与える。 提供するか。で、ゲヒルンアフトライベンコンテン、ニシトゲヒルンアフトライベンコンテンということで、いくら頭を使ってもね、追いつかない。 追いつかなかったという、これは事実だな、過去の事実だな。うん、追いつかない知識人たち。よって、えー、これはユーベルン、感性を、ユーベルンというのは完成を出すことですよね。メユーベル ということで、それを多動視かしてるわけですね。で、受け身型になってるわけです。えー、ベユーベルンというのはそういうユーベルン感感感感感性を上げて歓迎する。ああベユーベルン。観光を持って迎えられる。 まあこういう感じだと思うんですねそうかあのビジレイクを提供するのにそういう愚かさを、えー、火災立てる 愚かさを飾り立てるビジネイクを,を、ね、提供するのにいくら頭を使っても追いつかないで知識人たちによって、ね、追いつかなかったんだよね、うん、もう事実として物法は書いているあ難しいなちょっとここは諦めるか、えー、なんかいい点を考えたら、えー、ちょっともう一工夫しようというに。 はい、ちょっと読んでみます。行き詰まるような強制が普通の連中によって起こされ、普通の連中によって耐え忍まれる。愚かさを勝利。これが、それが、憲兵によって庇護され、保護されでいいか。 愚かさを飾り立てるビジネークを提供するのにいくら頭を使っても追いつかない知識人たちによって観光を持って迎えられる。うん。まあ、ブロッコが怒ってますよというのを、まあ、えー、日本語にできているかなというところです。はい、段落が変わりまして、あと10分しかないのか、やっぱり最後までいけんかったね。 次があのー。えー、あ、次で、ね、あのー、1923年版、えー、以降ではあのー、段落がまた入っています、えー、当然ね、えー、戦後の、えー、ドイツの状態というものを謀なりに批判、えー、的に描き出した文が入っております。 まあここはあのやりだすと本当に長くなっちゃうので思い切って全部省略してそしてこのことのみが今から言うことのみが 重要だそして以下のことのみが重要だ。何が重要なのか。これちょっとねあの、何かね、特定のフレーズがあると思うんですよね。うん、あの特に、低同士コーチになっているというのがあの、なんかね、こういう句があるんだろうというふうに思います。 はい、で、それこそ、河村先生の役に、中がついていたかどうかちょっと記憶がない。えー、これは、ブロッフォ気に入っているフレーズみたいで、あの全部にこのフレーズがあります。私が食べるパン。 をうん、私はひらがなに指示代名詞認証代名詞はひらがなにっていうふうに今考えるようになってるので私が食べるパンをくれる人の歌を。 私は歌確かそういう言い方があるんだと思うんですよね。その人のパンを私が食べる。その人の歌を私が歌う。というのが直訳になります。その人のパンを私は食べ。その人の、えー、歌を私は歌う。要するに。あのー パンを食べるパンを自分が食べるパンをくれるんだったらあなたの歌を私は歌いますよみたいなね。ね、えー。要するに、そういうペシ、えー、の種をくれる人の言うことを聞きますという。そういうお話ですよね。ですべて、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 です私て、ですべて、ですべて、でべて、ですべて、 ああ、もうちょっとなんかね、好きと約束ねえかな、みたいな。私が食べるパンをくれる人は歌おう。私は歌おう。私は歌おう。私は歌う。うん、で、好きです。ああ、ここから、ブロッホとしては燃えるところなんだよね。25分。アーバーディーゼス、フェアザーゲン。 フォアデムカルプスフェルバードユーバラシャンド。しかし。だが、これがカルプスフェルトでは子牛の殻殻ごめんなさい、子牛の皮 子牛、子牛、子牛、子あ、カルプはこうしてよかった。ちょっとここもあの第2版以降では変わっているところではあるんですけども、この初版の言い方もカルプ。 やっぱ言うんだね。子の皮を前にした。要するに、あのー、食べ物ですよね。食べ物を前にした、この、フェアザーゲンというのは無能ということなんですけど、要するにもう、ダ目っしょそれっていう、ダ目っぷりっていう。まあ、フェアザーゲンですから、ダ目っぷり。 さかげねまあ、ここまで強く訳していいやはりね驚くべきものだそんなんじゃだめでしょうみたいなねパンくれる人の歌だったら私喜んで歌いますとか何それっていうねブロホー法はそこを怒ってるわけね で、それを子牛の顔をね、あのー、前にしたら、もう、へなへなへなとか、はい、いうこと聞きます、みたいなようになっちゃう。ダメやん、それ、みたいな。それが、ディーゼス・フェアザーゲンやと思うんですよね。えー、子牛の顔を前にした、このダメさ加減は、やはり驚くべきものだ。うん。

出すまかがっていうのでコンマがあったと思います。うん。無理はすまい。やっぱり毎回半ページだな。まあ余計なことを言いつつっていうかまあ今日は一応ブロッのユートピアの精神の 紹介もしたからまあいいか。ダスマト、それをそうなる。そうなるのも、我々が社会主義思想を持たないからだ。 私リスィシン・一応、これも、あの、社会主義。あ、概念ソチリスティッシェンだよね。間違えてるね。えー、っと、原文ゲブ。海面ソチャリスティッシェンのはずなんだが。海面ソチリスティッシェンです。間違いなく。 こからがまあブロフとしてはねあららええー、訴えたいところにちょっとだけ入って今日はもう時間切れとなってしまいましたええー、ちょっとこ今回は LTLT さんが珍しくいらっしゃってないので、えー、LTLT さんがねあの とにかくよくコメントをくださって、えー、それはそれでやりがいのあるところではあるわけです。なんかね、お付き合いいただきました本当にありがとうございました。えー、ちょっとだけ時間をはみ出しましたけども、えー、今日はこれで終わりたいというふうに思います。今後ともこんな調子でやってきますので、まあ、お時間の許す限り、えー、お付き合いいただければ幸いです。はい、お疲れ様でした。今日はこれで終わります。どうも。